とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー、完全攻略、やっていきましょう。とにかく敵が今シーズン多いんですよ。多い。で、まず1階から、弱体化つけてあげると、だいぶ楽になると思います。やっぱりね、20% ダメージカットは結構でかいですね。で、このね、剣持ってるゾンビがね、5体ぐらい出るかな。これに囲まれてしまうとちょっとダメージ的にやばいので、まあ、弱体化は必ず入れておいた方がいいですかね。あと、戦う場所を考えながら行くと全然いけると思います。いや、なかなかね、これ多いのよ、今回、本当に。はい、1回クリア、次いりません。2回も多い。2回も多いのよ。なので、弱体化をもう1個入れてても、まあいいですね。まあ今回入れずに行きますけども、遠距離がとにかく多い。そいつらに捕まってしまうと結構ダメージもらいますので、遠距離の敵にはまあまあ注意していきましょう。しゃ、まだまだ出んのよね。よっしゃ、あ、全然ダメ。もうちょっと当てたかったな。しゃ、オーケー。で、あっち側にも2体、3体か、いや4体か、結構いたな。よし、オーケー。まだこっちまだいるの。ふっ、雲が嫌がった。よし、終わりか。2回クリア。とにかく敵が多い。嫌になるぐらい多い。で、ここはもちろん影化を取っていきましょう。影の断片ね。で、持ってここはまあまあ敵そんな多くないですけども、まあ、一応囲まれないようにね。よし、 OK、まあ、ある程度囲まれても大丈夫か。終わりでしょ。はい、3回クリア。3回は急に少ないんだよね。でも他はまだ多い。で、魂のナイフと心を奪うもの、どっちでもいいです。武器を変えていってください。これは心を奪うものの方にしてますね。で、働き鉢と、待ち伏せを入れるようにしてます。蜂と待ち伏せがね、相性いいんですよ。すごく相性がいい。 OK、 いいね。で、まだ出るよ。 OK、 しっかりね、 HP 回復してくれるんで、やっぱこの吸血は素晴らしい。おお、ナイス。 OK、 であと奥の方に1体いておしまいですね。 OK、 はい、うい、4回クリアです。ここ何もいりません。まず取りに行く。いいね、完璧で、開けちゃいます。結構開けると外と中の敵がガチャンコしてちょっと危ない感じになりがちだけども、まあまあまあ、この装備だったら大丈夫でしょう。あと1回出るでしょ。 OK、 いいね。
いいじゃないですか、めちゃくちゃいい。いい。オッケー。よし。多少のダメージあっても回復するんで問題ねえっすね。はい、5回終了です。ここでスノーアーマーですね。火力は落ちますけども耐久力があるのでこれに変えていきます。でエンチャントで、雪玉ですね。雪玉が重要です。でここがまず渡ってここに出てくるエンチャンターを倒すようにしてください。 OK。で蜂がどれぐらい出るかによって難易度が結構変わってきます。あんま出ないな。 OK。 もうちょっとしっかり出てきてくれれば楽なんだけどね。よし、 OK。 まあ、ここも結構強引に行っても吸血がついてるんで全然倒せると思います。まあ、このザコの中に潜んでねちょっと強いやつがいたりするので、まあ、そいつらはちょっと注意ですね。 OK。 うん、当たってない。よし、6回クリア。でここで早いですけどもクレイモアに変えていきます。さっき変えたばかりなんだけどね。でもこっちの方が断然強いので変えた方がいいです。ボス戦のためにもね。よし、 OK。 いいね。あっち蜂がいい感じに動いてくれたね。よし、 OK。 もうちょっと蜂出ないか、出ないか。あとはこっち側にもう少し行っておしまいですね。終わりか。7回終了で、ここでコグ取っていきましょう。商談だけ入れてくださいね。でもってもう速攻で倒してすぐにこれに乗る。ローリン、ナイス。で敵が固まってるとこあるんですよ。そこを、あ、ちょっと待って、影凸を1入れてください。うん、1入れるだけで全然違う。こんな感じで敵が固まってるところに2発目を入れていきます。ここ全体でこっちでもオッケー、オッケー。だいぶソウルが節約されますもんね。オッケー、いいね。うん、まあ普通だったらもうソウルは切れてる頃なんですけども、今の戦い方をすると、まあ、若干増えるぐらいまで回復しますので、いい感じですね。んで、ここは星夜に変えます。次に行きましょう。ボスですね。まあ、ボスは特に問題ありません。影化を使って2発目を入れていくような形で戦ってください。 OK。で、あとは叩いておけばいけますね。10回クリア。ここでスケール変えていきます。火力がこっちがね、ぐっと上がりますんでね。で影凸入れていきましょう。ガーンで持ってコグに長弾を2まで入れてください。1と2じゃやっぱ全然ね違うんで。よし、 OK。 でここもね、あ、
敵が向こう側とか固まってたりするので、影突の出番ですね。あそこめちゃくちゃいいです。 OK、 めちゃくちゃいい。あー落ちれなかった。やべえ、すげえ減ってる、すげえ減ってる。あー危ねえ、すっげえ減った。ダブルで食らったか。何もいりません。でここ結構敵多いですよね。ここは結構注意していってください。でリーフリーフもいます。 OK。 でまあまあスライム多めにいるんで、結構影突チャンスなんですけども、うまいこと言ってねえな。よし、あー、うまくいかない。まあいいや、まあ、とにかく危なくないように戦っていってください。よし、終わり。あ、まだいたか。あんまり矢が出なかったね。結構矢が出てきてくれる場所なんですけども、全然矢が出なかった。怒り取っていきます。ちょっと矢が少ないときつくなるんですけども、まあまあまあ大丈夫かな。虚無入れてください。でここが怒りだとちょっときついとこがあるんですよね。なのでまあ極力矢を使って戦っていくといいかな。ちょっとはマシです。 OK。 危ねえ危ねえ。よし、 OK。 でネクロマンサーいるんですよね。こうネクロいるので、あ、おお、影化を使って戦ってあげるといい感じだと思います。 OK、 いくぞ。ネクロマンサーは影化してね、もう一気に叩いてあげましょう。シャー、まだいるよね。やっぱね敵は多いのよ、ものすげえ多い。あぶね、終わり。おし、13回。結構きついと思います。うん、怒りでいくと。でも大丈夫かな。影化をうまく使ってください。あと危なくなったらハーベスターとかね。でここ地雷です。基本的にちょっと怒りではあまり戦いたくないので、こういったアーティファクトを使うようにしてますね。よし、でも特にここはね相性が悪い、めちゃくちゃ相性悪い。よし、まあ弓2発で倒せるからまだマシか。で、あとは向こう側に少しいておしまいですね。お、完璧、いい感じでした。14回クリアでーす。ここ何もいりません。勇者もいいんですけどね、勇者もいいんだけども、まあいいかな。怒りはとにかく虚無、これが重要です。あとこれガードストライク、これが重要。うん、強打なんかも入れていいと思います。 OK。ここは長弾がどれだけ発動するかによって難易度は変わってくると思います。長弾がねむちゃくちゃ出てきてくれればすげえいいんだけどね。ちょっと出てない。ナイスナイスナイス、いいよ。あまりよろしくないな。はい、終わり。まあ、基本弓で戦うようにしてください。107本か、結構ねえな。い
外と少ない。で、ここ乱射変えます。もうコグじゃちょっとね火力が低いので、乱射にした方がいいと思います。で連鎖で、ここね火属性強いんですけども、テンペスト用に火属性は入れない方がいいと思います。うん、テンペストの HP を調整して戦うじゃないですか。若干その時にこの火属性入ってると調整しにくいんですよね。なので、火属性は入れない方がいいかなと思います。いやもちろん入れてもいいですよ、全然強いからね。火力としてはそっちの方が断然あるんで火属性いいんですけども。 OK、 なんかいまいち張り切って使ったけど、はい、16回終了。ここで強化ですね。強化メイル、うん、さすがにもう耐久力があんまりないんで強化メイルを入れてください。で霊気多めですね。ポーションバリアとりあえず1で大丈夫です。でここも怒りではちょっと大振りになってしまうんでね、基本弓で戦った方が安全かと思われます。よし、いいじゃないですか。やっぱこの持続ダメージのやつにね怒りはちょっと相性悪いな。 OK、 なんでやっぱり基本的には弓で戦っていくと、おお、いいですね。倒しきれんかった。よっしゃ、17回終了。何もいりません。で商人来ましたね。エンチャントは虚無3入ってるね。でガードストライクも入ってる。 OK、 怒りを上げます。でボスはテンペスト、もうワンパンで倒していきましょう。エンチャントで霊気ですね。うん、霊気が重要。霊気が飛んでだいぶ、ちょっと待って、エコーついてない。これはやりにくいぞ。うん、怒りエコーちょっと勘弁して。マジか、これちょっとこれワンパンやりにくいぞ。おそらく、まあ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 、やってみよう。エコーか、嫌なのついたね。まあまあまあ、やってみます。ああ、ちょっと待ってよ。大丈夫ね、いきます。うっそー、マジか、終わり。いやー、これエコーがダメだった。もうエコーなかったらこれワンパンできますからね、気をつけてください。でもう怒りとはここでね、おさらばです。うん、もうあえて使わなくていい、怒りを。 OK、 でこれでいきます。いやー、エコーがつくとはもう本当に運が悪い。まさかだったね。 OK、 でここもう敵多いです。すげー多い。よし、いや出ないな、本当今回矢が全然出てきてくれません。悲しいな、もうちょっと矢出てきてくれてよくないか。はい、あ、でハベサ変えていきましょう。
残り80本、まああの近接で戦っていけばまあいいんですけどね。いやーなかなか悲しい。 OK いいね。いや全然出らん。全然出ません。 OK よし、もうちょっと矢出てよくない？全く出てきてくれない。まあまあ足りるとは思うんですけど。はい、でまたすぐ変えますけども、ボーンクラブです。もうとにかくねボーンクラブが強いので間違いないっすね。でもってクリティカルと待ち伏せ、これでいいです。よし、まあ、蜂はついてませんけども影化した時にダメージが増えるので、まあ、待ち伏せと影化は相性いいんじゃないですかね。よし、いいね。危ないぞ。あー食らったかー。いや分かってたのよ、分かってたけども食らってしまった。よし、はい、22回終了。ここでスケール変えていきます。でエンチャントは臆病と影突ですね。で今回はこっちから行った方がいいですね。エンチャンターがものすげえ鬱陶しいのでこっち側から行った方が安全かなと思います。もうこのエンチャンターがもう鬱陶しくってね。よし OK。でも防具変えたばっかなんで全然大丈夫でしょう。23回クリア。次です。何もいりません。もう28回以外は楽勝なので、まあのんびりいきましょうか。28回がねちょっと嫌なんだよな。よし。で、ここもまあまあまあ楽勝なんだけども敵がぼーちぼち出てくるから時間がかかる。それが嫌だな。よし、おいで。お、いいね。あ、嫌が出た。うん。上からも来てるよ。もうめんどくさい。よし、まだか。硬い硬い。敵が結構硬い。よし、終わりだ。24回終了です。でハープン変えていきます。でエンチャントですけども火属性入れてください。火属性ハープンはかなり使えますね。もうザコはもうもちろんワンパンでいけますし、そこそこ HP 高いやつでもうじわじわ削っていけるのでかなりいい感じで、残り154本、まあ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 いいかな。154なら全然大丈夫でしょう。
するね。はい、当たってない。まだ、あ、いた。はい、25回終了。次に行きます。ドラですね。ドラと地雷変えてください。で、26回、ここはクリーパー結構来るので、まあ、弓だけで倒せるっていうのが理想的だと思います。うん、が安全。意外と来るのよね、敵の数が。そこ当たってないよ。よし、で、おしまいか。26回クリアですね。ここでね、爆発も強いんだけども、まあいらないかなと思います。うん、ハープーンの方がなんかね、使いやすかった。特に28回が結構敵多いんですよね。で、そこで、まあ、ハープーンの連射力が意外と重要かなって思います。うん、よし、オーケー。ここも敵はね、まあ、弱いんだけども数が結構来るんで、まあ、囲まれないようにしてください。よっしゃ、もう一回か。矢は出てないね。で、今シーズン多分一番難しいであろう28回ですね。何もいりません。ここが多分一番難しいと、思われます。はい、で、エンチャントですけども、激怒か爆発を入れてください。どっちかでいい。よし、で、とにかくここね、敵が強いのよ。え、どこにあった。ここで戦うと氷使いの氷が無効化されるので、まあまあまあちょっとは戦いやすいかと思います。で、矢があればね、ここからピチ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 打っとけばいい感じなんですよ。うん、激怒もついてていい感じなんだけども、まあちょっと今回矢が少なくはないか。うん、まあいけるっしょ。 OK、 OK、終わったね。痛い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 。めちゃくちゃ痛い。こっちエンチャンターいるんで忘れないようにね。はい、ほんとここはかなり厄介なステージだと思います。はい、あぶねえ。終わりかな。はい、28回、とにかく注意してください。で、最後の最後ですね。もう何でもいいですけども、ボーンクラブが無難でしょう。よし、で、ボスはもう楽勝です。うん、まあここでやられる人はまあまあいないでしょう。ドラと影とハーベスター使ってガシガシいけば問題ない。はい、30回クリア。報酬なんだ。
良くない。全然良くない。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。